買いだめしたアイスを食べきってしまいましたね。あくびが出ます。見ます。これから明日の午後からハードワークなんです。私はHey, Neko. It's still hard work, hard work.ハードワーク。私は寝ますけども、午後からハードワーク、ハードワーク。本当にこう可愛いですね。いいんですか、そんなに可愛いのは。可愛いと思われるためにこう長い期間を経て成長してきたんですか。受け止めていいですか、その可愛さは。なんかこう人間ですけども、私その可愛さを真正面で受け止めてもいいんですかね。ちょっとあまりにも可愛すぎるなっていうところはちょっとびっくりしてるところではあります。可愛いとさ、この人間が可愛いとしか思えないようなこのフォルム、毛、所作、本当にエンドレスぶりっ子ですよ。ぶりっ子可愛い、ぶりっ
子なんて本当にかいいですよね。可愛くないぶりっ子とかないと思いますね。可愛い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 。あ、もう食べてくださいよ、自分の指なんか。可愛いね。可愛いです、今日も。今日もというよりはその常にかなみたいな気持ちもあるんですけど、可愛くなかったことないもんね。すごいよね、三毛猫の保護猫、2歳ぐらいの子なんですけど、可愛くない瞬間ないもんね。すごいよな、完璧ですよね。どういう進化を遂げてこうなったの？やっぱその人間と共に暮らしていくみたいな。それでやっぱりこう、人間のこの金銭に触れるようなこの風貌とかにこうなっていくのかな。それがこう進化なのかな。いや、でもだとしたら本当思うつぼというか、ありがとうございますというか、ちょっと、ね、本当長生きだけすみません、お願いします。うんと、かわいい。かわいい。どうしたんですか、そこまでかわいいわいわー。昔砂漠にいらっしゃったって言いますもんね、この猫の皆さん。そしてね、うちのねねちゃん、のろちゃんなんていうのはもう砂漠に行ったらね、即死即死でしょうな、というふうに感じますよね。まあちょっとなるべくね、私家ちょっと広めなんで、いっぱいたくさん遊んでもらえるような感じにしたいなと思っておりますよ。最近こう抱きしめるんですよ。さようなら。なんでこんな可愛い親子が2匹いたら、今日なんもしないわ。可愛いねーつって、可愛いねーって言ってたのがもうこんな時間になっちゃいましたね。可愛いねー、かわいいね。なんか素敵なインテリアショップとかに私は行きたいですよ。かわいいね。かわいいっていうこの私のこの気持ちっての伝わってんのかな。かわいい。ナンバーワンホープリティーかなーなんてこう思ったりしておりますね。かわいい、はい、かわいい。うい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 。
舐めてくるんですね。お母さん。やっぱこう優雅に鎮座しているってことなんでしょうか。お母さんの方じゃがシャイという。お母さん、シャイな空気出してるじゃないですか。この娘も近くにいなくて、俺とお母さんしかいない空間の時とかの俺への甘えっぷり半端じゃないですかね。やっぱ親なんだなと思いましたね。娘の前ではこう、気を張って、娘がいない時のこう、みたいな人懐っこさ。素晴らしいですね。こういうことかと。シリアスですよね。君は猫。This is 猫。この魅力はさ、この動揺のしなさ。ファミリーでございますね。ね。どうすか、お金の件に関しては。落ち着いているのでしょうか。見ての、チャンピオそうしてしまう。感じのですか。
猫猫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 猫